6月下旬今ちょっとうちでやってる唐津市とコラボしてるんですけど、あ、いいじゃないか。せっかくなんでコラボマンホールの提案とかどうですかね。いや、マンホールといえばマジで用だから、いや、マジでこれだけは譲りたい。これマジで唐津に行っていいですか。おい、よから行こう行こう行こう。いや、行って本当に脅しかけよ。グレートオーカン唐津市支配計画。向こうの市長さんがすごい好きで、ああ、そうか、ちょうどマンホールの話。マンホール、いや、マンホール、おい、これよく覚えておけよ。これ今ゼロのプランで言ってるから、これマンホールになったらマジでこの世の支配力よく見ておけよ。有言実行だ。これ本当に今ノープランですかね。ノープランで喋ってる。いいか、夢ってのを語んなきゃ実現できねえから、よう見とけ。説得力ある。よく言ってるだろ、始める前は否定される、始めれば反感持たれる、でも途中でやめたらバカにされるんだよ。だから報われるには報われるまでやるしかない。おい、そういうことで支配者としていいとこまで導いてやるよ。果たして唐津の地に新日本プロレス初のコラボマンホールは誕生するのか。続報を待て。唐津佐賀県唐津市と新日本プロレスがコラボ。100年間マイ唐津、さらにうまい唐津。俺たちが出演した唐津のミュージックビデオができた。佐賀県唐津市、佐賀県唐津市、佐賀県唐津市、唐津市長もびっくり。これは縁起物。唐津